2019年10月20日ということで、今日はですね、商品紹介の方をしていきたいと思います。行ってきたところは、ハードオフ、セカンドストリート、倉庫生活館、この3店舗行ってまいりました。で、その中で、まあ、雑多なものをちょっと買ってきたので、商品紹介の方をしていきたいと思います。こちらですね、なぜか、コーナンということで、まあ、袋がごちゃごちゃになって、なんかもうブタブタなんですが、ちょっと一個一個紹介していきたいと思います。まず一つはこちらですね。Apple の、延長ケーブルですね。こちら USB の、ケーブルということで、なんかこうケーブル関係やっぱり100円っていう、まあお買い得さから考えると、やっぱりいい線をよりどり選んで購入したいものですね。はい。そんな感じで、Apple のまあいいだろうというケーブルを買ってきました。そしてこちらですね。ファミリーコンピューターのクルクルランドと、まあ、私これ小学生の時ですかね、遊んだ記憶があって、うわ懐かしいと、こんな懐かしいものを見ればちょっと購入したいなということで、ちょっと裏を見るとこんなシールになってて、カメレオンクラブって何かなと、ちょっとこんなシールだったか覚えてないんですが、なんかちょっと変わった、シールのファミリーコンピューター、まあ、カセットの内容は一緒だと思うんですが、カメレオンクラブっていうシールが、これ上から貼られてるのかちょっとわからないんですけど、まあ100円で売られていました。そしてお決まりのバンゲリングベイ、バンゲ。こちらの方も面白いんで、100円ということで、まあちょっと安かったんで、なぜか家に3本ぐらいあるんですけど、何するんやということなんですけど、まあまあ、なぜかこの、なんかこう、デザインが好きっていうか、なんかこう持っときたいなと思い、はい、な感じです。そしてこちら、ドラゴンクエスト5ということで、スーパーファミコンで、出た、ドラゴンクエストになります。まあこちらの方がすごい非常に人気がありまして、まあ中古品としてはすごい出回ってて、まあ価格も100円ということで、非常にお安いんですが、まあ当時ものとしてはもう電池も切れてるでしょうし、まあ内容どんな内容なのかっていうのはまあ確認できないだろうとは思うんですが、まあちょっと他人のこう何て言うんですか、セーブデータどんなものが入ってるのかみたいな、ちょっとそういうものを見てみようかなと思い購入しました。はい。そしてじゃじゃーん、こちらローキング。なんかよくわからないんですが、まあこちらの方はお風呂場で、MPEG 再生ができるということで、まあ500円で購入したんですが、どうもですね、USB を挿しても動かない。ということで、まあ壊れた、まあゴミをちょっと購入してしまったなというのがまあ印象です。まあちょっとこれを分解して、また分解動画みたいなのを上げれたらなと思いますので、まあ、ゆくゆくちょっと使えるかどうかっていう判断を開けてしていきたいなと思います。そしてこちらですね、キャノンのインク、まあ年末になればまたプリンターの方が稼働するということもありますので、まあ購入しとこうかなと。で見ると100円っていうことで、まあ非常にお安く、まあ当時インクの替えの液みたいなのが売ってたんですが、まあそれも結構安いんですけど、もうそれもめんどくさいなと。もういい。まあこの、まあ実際純正で100円なんで、まあまあ、取っ替えてもまあ3、400円ということで、全色購入していこうかなと思います。まあそれでいっても500円ぐらい程度で、購入できますので、まあ今となればちょっとお安くてお得かなと思います。でこちらですね、はい、こちらが、工具類のセットですね。で、すごいお安い工具になっていて、これはセカストで、まあ、1000円未満で購入したんですが、この大量のこの工具何に使うんやと多分使い道はないかなと思うんですが、
まあニッパーとか、まあいろんな色々ついていると、もうあらゆるなんて言うんですか、この六角を回す工具がたくさん入っていて、まあまあゆくゆくはこう使えるんじゃないかなと思って、まあ工具はこう一式揃えたいなというのがあるので、まあ購入しました。これ単品で買ったら結構高いんですね。やっぱり1個、この大きいこういうの、これも5、600円すると思うんで、これ1個でも5、600円としたら、まあ非常に安いんじゃないかなと思います。まあ、買ってどうするかっていうことでいくと、まあ、別に何もしないんですが、まあちょっととりあえず購入したという感じですね。はい、そして、はい、久々のダパンプということで、まあこちらのダパンプの CD は、当時、まあ1年、2年ぐらい前ですかね、もう大量に売られていたんですね、中古で。で、とはいえその最近全然なくて、ダパンプなんか見ないよねっていうのが、まあリサイクルショップの中であって、まあ久々にちょっと見れたっていうことで購入してみました。まあ大量にあった時は全然購入も何の意識もしてなかったんですが、まあちょっとダパンプ聞いてみようかなと、初心に戻ってちょっと聞こうかなと思います。何の初心で、こちらがハードオフで100円ですね。これこちらの方が SVHS 対応の、S 端子って言われる、まあ普通のアナログのコードよりはまあ若干画質が綺麗ということで、専用線になっています。こちらの方が金メッキで、まあ当時ものとしては非常にそこそこ高いんじゃないかなと思うんですが、まあ値段的には金メッキも銀メッキもなんかもう全部100円ということで、まあお安かったんじゃないかと思います。はい、こちらがテプラのセットになります。このセットで1500円で購入、倉庫生活館ですかね、で購入しました。でこちらの機械は6から18ミリ対応のテープが4つ付いていると。でなぜか24ミリということでこちらは対応してないんですが、×と付いて、テープが入っていました。でこちらの方はもう満タン入っているので、まあ別の機械で24ミリがあるので、まあそちらの方でちょっと使っていこうかなと思います。とはいえこの機械は普通に使えますし、このテープも結構、大量に、あるので、まあガンガン使えるかなと思います。まあテープを購入すると考えても安いかなと思います。まあ本体はあんまり使わないんですが、本体別の本体で使っていこうかなと思います。はい。念願だったこのこちらですね、ファミリーコンピューターディスクシステムということで、ちょっと当時、私が小学生の時憧れだったこの機械を念願やっと購入できました。でこちらの方はまあこの上にファミリーコンピューター本体を置いて、まあ荷台で動作するシステムになっていまして、こちらの方ですね、 3.5 インチのフロッピー、 3.5 インチだったかな、はい、フロッピーディスクがここに入って、フロッピーディスクを読み込んでファミリーコンピューターの方を動かすと、ファミリーコンピューターの方で、処理して動かすと、なんかそういうような仕組みで、まあ非常に憧れだったんですが、やっとここ35年、40年ぐらいかなにして、ようやくディスクシステムを手に入れたということで、まあ、非常に良かったかなと思います。そして次にですね、こちら、プレステ4、こちらのノーマンズスカイということで、ちょっとこのゲームやってみたいなと思っていたんですが、まあプレステ4あるんですけど全然何も遊んでなくて、ちょっとこれぐらいはちょっとやりたいなと思い購入してみました。まあ、ざっくりどんな内容かというと、まあ、宇宙を探索するんですね。で宇宙を探索していく途中に惑星がもうランダムでいっぱいあって、その惑星に着陸して、まあ生物がいたり、まあいろんな
ことがこう起こっていくわけですね、物語が。でもう大量にこう何て言うんですか、決められたルートだけじゃなくて、もう星が無数にあると、その無数にある星々をこう探検して遊んでいけるっていう内容になっていますので、もう本当にあの何て言うんですか、自分で物語を作っていくような感じなのかなと思い購入していました。ちょっとあの詳細はわからないんですが、まあ、こちらの方が3000円でしたかね。3000円でちょっとここのパッケージが割れているだけで、まあ、3000円で購入できました。まあ、こちらの方でちょっと遊んでいこうかなと思います。そしてあとはですね、こちら DVD キャメロン・ディアスと、まあ、この DVD、とあと VHS ですね。こちらの方がですね、今日また入荷されていて、それもあの吹き替え版が大量に入荷されているということで、まあ私的にはもう吹き替え版大好きで、あの大量入荷ということで大量購入しました。はい、それをちょっとざっと紹介したいと思います。Tears of the Sun、 こちらがブルース・ウィルスの映画になっています。内容的にはまあアクションですね。まあ見たことないので一度見てみたいなと思い購入しました。はい、そしてこちらオペレーション、こちらのが、ジャン・レノということで、こちらの方も日本語吹き替え版、なかなか熱いんじゃないかなと思い、じっくり見ていこうかなと思います。でこちらの方は何やろこれは、バーチュアシティですね。はい、まあここにこんなあのコメントが書かれていて、まあ非常に店長さんがおすすめするみたいな、そんな形なので、まあ良かったかなと思います。こちらのも日本語吹き替え版ということで、誰が出てんやろ。こちらのはデンゼル・ワシントン、はい、ケリー・リンチ、ラッセル・クロウ、ラッセル・クロウとか出てるんですね。スティーブン・スピネラ、はい、なかなかこう、まあ、有名人が出てるやつになります。で次にこちら、夏休みのレモネードということで、これもちょっと全然よくわからないんですが、まあ、一回ちょっとまあ子供の探検みたいなんですかね、なんかちょっとはい面白そうかなと。してこちらですね、ベン・アンフレックでモーガン・フリーマンということで、こちらのも日本語吹き替え版になります。でタイトルはトータル・フィアーズ、なかなかこう面白いかなっていう感じですね。アメリカとロシアのなんかその冷戦みたいな、そういう戦争になるかならないかみたいな、そんな映画です。でこちらがデスマシーンスティーブン・ノリトン、スティーブン・スピルバーグじゃないです、スティーブン・ノリトンですね。はい、こちらも日本語吹き替え版ということで、なかなか面白そうかなと思います。ブラッド・ダーリフ、ちょっと知らない人ばっかりですが、まあまあなかなかアクション系で面白そうかなと思います。でこちらがエクソシスト3ということで、ちょっとこのエクソシストシリーズはちょっとちゃんと見たいなと思い購入しました。こちらの方もですね、珍しく日本語吹き替え版ということで売られていましたので、まあ、1、2をじっくり見た後に3を見ていこうかなと思います。まあエクソシストといえばね、やっぱり有名な1、ディレクターズカットとか、まあいろいろあるんですが、まあその辺もちょっと楽しみにしながら見ていけたらなと思います。でこちらの方が、13、みんなの幸せ、こちらは日本語吹き替え版となります。これは何なんやろうな、ハリウッドが舌を巻くスペイン映画界の、なんとか、お前は隣人13人の怒りの対象ということで、まあスペイン映画ですね。
はい、になります。まあどんな内容かって言ったら、うん、なんか、うん、はい、うん、よくわかんないですが、はい、な映画になります。で、デンバーに死すとき、こちらの方も日本語吹き替え版となります。アンディ・ガルシア主演ということで、まあ、有名なのかな、うん。こちらの方は、うん、アンディ・ガルシア、それ以外はちょっとわからないですね。うん、まあ、これもちょっとアクション系かなと思うんで、一度見ていきたいと思います。そして最後こちら、ガタカ、これは何なんですかね。イーサン・ホーク、ユマ・サーマン、こちらの方も、21世紀を予言するスタイリッシュ SF サスペンスということで、2300年未来の世界みたいな、そんな映画があったかと思うんですが、まあそういう未来の話なんかな。 DNA 操作で生まれた適正者だけが優遇される近未来、その近未来っていうのは21世紀、まあまあそんな感じで、これも吹き替え版ということで楽しいんじゃないかなと思います。まあ本日はまあこんな感じでガラクタばかり購入してきたわけなんですが、まあこちらの方ですね、映画ライフをまあ楽しみながら、いろんな梱包を直し、スピーカーを直し、ノートパソコンを直し、まあいろいろですね、機械が家中に転がっているので、まあその辺を修理したり、動画を上げたりしていきたいなと思います。本日の動画はまあこんな感じで購入品紹介になりました。またですね、購入の機会がありましたら、また動画の方したいと思います。本日の、ご視聴ありがとうございました。